ソックスレイ抽出器の概略。フラスコを加熱すると溶媒が蒸発し、冷却器で凝結して、固体飼料に適化する。抽出された成分はフラスコに濃縮されていく。ソックスレイ抽出器は、固体飼料から溶媒によって、物質を効率よく抽出するための装置。1879年に、ドイツの科学者、フランツ・フォン・ソックスレイによって発明された。 果物中の化学物質の抽出、溶媒に溶ける成分だけが、下のフラスコに濃縮されていく。一般的なソックス冷抽出器は、最下部に溶媒を入れた、フラスコ、中間に、固体の飼料を入れたロシアルイは焼結ガラスでできた、容器、最上部に冷却管がついた装置である。フラスコを加熱すると溶媒は蒸発し、最上部の冷却管で凝結する。 この溶媒は適化する際に、固体飼料に滴り落ち、目的成分を少量溶かし込んだ後、フラスコへと戻る。通常の場合、目的成分は溶媒より沸点が高いため、このサイクルを繰り返すことで、フラスコ内には徐々に目的成分が濃縮されていくことになる。貫流する溶媒は、目的成分を含まないので飽和することはなく、比較的少量の溶媒で効率よく、 抽出を行うことができる。ありがとうございます。